2つバイト先行ったんですけど、まあちょっとその1個目のバイト先でちょっといろいろありまして、そうすごいなんかモヤモヤして、すごいテンション落ちてうわーってなってたんですけど、さっきねもう1つの方行ったらね、すごいね優しくてね、みんなねケーキ買ってもらっちゃってね、そう飲み物一緒に飲んでちょっとお話ししてケーキ買ってもらって、はい、なので今私はハッピーです。皆様ねぜひイベントご協力お願いします。最終日になります。少しでもねいい順位で終わりたいのでぜひぜひお願いします。いいでしょ。今日ねなんか日曜日の夜だけど結構忙しくて、忙しかったんですけど、なんかねすごく心があったかくなりました。なのでハッピーです。嬉しかったね。よかった今日ねすごかったね、ひかのねきっとね今日のねバイト先もう一個、ずっとそれだったらずっと今日私泣いてたんだけど、元気でしたからなんか嬉しいですね、そういうのね。ねえひか、配信何時から始めた？何時から配信始めました？私2、3分前じゃない？2、3分前？20分くらい。20分からありがとう。20分だって。また？またじゃん。うん、そんな変な音しないから大丈夫だよ。あれはめんどくさいから大丈夫って言っとこうと思って最初。なんかいつもと違うなと思ったよ、そりゃ。この前ね、なんかね、久しぶりにね、なんかこの車に乗ったら、なんかすごいマミーが変な音がする。なんか変じゃない？変な音するよってね、私ね、なんかそれに対してちょっとめんどくせえなと思ったから。あ、大丈夫大丈夫、変じゃない変じゃない、大丈夫、いつも通りみたいな反応してたんだけど。大丈夫じゃなくてタイヤ一つパンクしてたんだっけそうタイヤ一つパンクしてたら欲しくて、そうでね、大丈夫じゃなかったというねお話でした。そう全然気づかなくってそう帰りね、なんか家着いてから見たらパンクしてたらしい。でもなんかね、別になんか、ま、音はしてたけど走り心地としては普通だったんだよね、うん、傾くもないし、ガタガタ。そう一回ね、あの友達の家行って友達のお母さんが車で送ってあげるよって言って送ってくれようとしたのに、その一つパンクして、そう行くその帰り道にパンクしてっていうのに乗ったことあるの。めっちゃガタガタ言うの、ほんと一つパンクするだけ結構ね、あの結構すごいんだよ、本当にガタ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 すんの。だけど大丈夫だったんだよね、なんかそう全くなくて、だから大丈夫大丈夫、うんうんって思ったらパンクしてたらしい。ガッタンガッタンしなかったの、本当に。今ガッタンガッタンしてるけど、それは道路のせいだよね。いつも通り、いつも通り、本当にいつも通り。そう、そんなことがありました。え？こっち。後でじゃあ見っとき。そう、だから大丈夫じゃなかったっていう話でした。
やまあね、本当に事故にならなくてよかった。だって意外となんか何もない時でもなんか変な音しないとか言い出すもん。だから私はいつもあ大丈夫大丈夫って言うんだよ。だから大丈夫大丈夫って言うんだよ私は。皆様ぜひイベントご協力お願いします。もうね残り時間が少ないものであと40分を切っております。すいません、きっとねみんなね指痛いと思うんだけど、すいません。やっぱりそうだよね、パンクしてるのね気づかずに走ってることってやっぱりあるよね。なんかその違いは何なの？なんかそのパンクして傷なんかガッタガッタになる車とならない車の違い。本当に不思議だよ。まあなんかネジ巻かれてたんかなくらいの。あれじゃない、でもさパンクしてさ修理出すときにさ分かるんじゃないの？後ろ2本新品に変えたから。なんか後ろ2本新品に変えたんでしょ。それはじゃあ原因なんだったの？別ネジ刺さってたとかではないでしょ？刺さってたんかい。待ってダメダメ刺さってたんかい。ネジ刺さってたの？ネジ刺さってたらしい。気楽に空気、あ空気抜けすぎるとそうなるんだ。まあそうね、なんかちょっとそれで本当にパンクしててまたネジ刺さってるようならちょっと一回まあ相談はした方がいいよね警察に。いやマジで刺さってたんかい。なんか前も一回あったよねパンクした時さ、なんか、うん、なんか刺さってたっつって。ああ忘れてください、なんでもないです。はい。まあそうですね、相談ですね。だから4本同時にパンクしたことがある人がいるらしいよ。すごくない？それこそさ本当にさ、えなんか誰かが故意にやったんじゃないのってならない？それでもちゃんと4輪4駆で同時にすれば分かんない。いやーなかなか猛者がいましたね。よし、ちっちゃく笑ってんなよ。イベント終了まで30分。携帯1台しか持ってないからさ、差がどれくらいでさっていうのが全くわからない。あ、でも見えるのかな。あ、でも8位まで63,016ポイントらしい。ね、ハロウィンも近づいてきて、ネジ刺さりはじわじわ来るんだって。だから気づきにくいんだって。よかったね、早めに気づいて。あんまり気にならん。なんか後で見てみって、後でってか、まあ、今日暗いからさ明日の朝でもいいし。なんでよ。草は4位、ありがとうございます。低草原15位、ありがとう。
ネジなん釘じゃない。ああ、まあまあまあ釘ですね。すいません。今日さ、ここ1ヶ月、1ヶ月、ここす、ん？この2、3週間の中で一番元気かもしれん。じゃない？ね。すごい。昼間とお違いとかちっちゃい子で言わんといて。今日ね、ちょっとマミーに泣きながら電話かけたんだよね。そう、もう私は無理ですって言って、そう泣きながら電話かけて、そう、それにマミーは無理ならやめていいよ、そう、やめてもいいんじゃないって、じゃあ、そうっていう話をしてて、迷ってるのだから今。でも、そうだから一回ね、いつもね、その一個仕事終わったらどっかで時間潰してそのまま行くんだけど、マミーに迎えに来てもらって一回ね家帰ったんですよ、私。そう、あまりにもちょっとやばかったから、そう、あ、自分でもダメだなって思ったから家帰ったんですよ一回。ほんで、あの、なんかね、ちょっと寝て30分くらい寝て、はぁ、行きたくないな、なんかこんなテンションで行きたくないなって思ったらさ、なんかまあそのね、バイト先の人みんな優しいんですよ。で、すごいね、楽しくいじってくれるんですよ。そう、でね、あの、まかない持たせてくれて、でね、なんか飲む？なんか一緒に飲もうみたいな感じで、あの、飲み物買ってくれて、で、私がね、ケーキ見てたらね、ケーキ食べる？え、いいよ、なんか好きなの選びなって言って、ケーキをね買ってくれて、もうなんかそれだけでね、なんか幸せだなって思ってさ、すごいいいバイト先だなと思って、優しくて本当に。今度ね絶対お土産買って帰る。ちなみにケーキはガトーショコラです、ナッツのね。そう、ナッツが入ったっていうのにすごい惹かれてガトーショコラにしました。いつもケーキ屋さんでガトーショコラを買うことはあんまりないんですけど、そう、ナッツ入ると魅力的じゃない。え、マミー、今マミーに話してる、うん、それは、うん、うん、どっち、うん、うんだよね。そう、アイスだってそうじゃん、アイス。そう、マミーね、ナッツね、めっちゃ好きなの。そう、昔も何回かさ、ナッツ入ったガトーショコラって作ったよね、お菓子、家で、うん、そうで結構好きで、そう、だからそれね、いいよって。マミー好きなスイーツは、だってあんまりでも食べないよね。あ、フルーツタルトだって。私と一緒だよ、フルーツタルトだし。マミーあんまり普段食べないから甘いものでね、たまにね、なんか非常に甘いものが食べたいとか言って私が買ったおやつ持ってくんだよね。ヒカル、なんか甘いもの持ってない？絶対あるから。甘いもの持ってない？なんかこういう系のみたいな言ってきて、あ、はいはいはい。でも最近さ、偉いんだよ、買ってないんだよ、そんなに。いや、マジで本当に全然買ってなくって、まあそれでもたんまりあるんだけど。なんかお菓子食べること自体が減った、まあ、ずっと働いてんじゃん。ご存知の通り家にいることの方が少ないもんだから、お菓子はあんまり食べなくなった。たらさ、茶碗蒸し食べる一つ。つでも二つでも、あ、七つ。オッケー。光のポテチもう出てるよ。そんな時期ですね。そうだからね、ポテチのさ、なんか塩のやつさ、私の好きな塩味のポテチがあるの。それさ、大袋のね、めっちゃチャックついた、ちゃんとなんか。湿気対策ができるというか、まあ、そのくらいね、ちょっと大きめのやつがあるんですよ。私持ってるんですけど、それを一切手つけてなくて今。
どうしようと思って、いつ食べようと思って迷ってます。そう、茶碗蒸しうどん入ったやつ。あ、茶碗蒸し食べたい人いるよ。先着5名様だな。私が2個は絶対食べるから。でも2個っていうかさ、半分食べるよね、ひか。作ったやつの。え？そう。え、今日何個作った？あ、じゃあ私5個だ。そう、いつもだいたいね、10個くらいできて、そのうち半分5個を私が食べます。そう、一気にじゃないよ、そう。でもなんか一食に一つみたいなレベルで食べ始めるから、そう、すぐなくなります。皆さんもぜひイベントご協力お願いします。サムネ結構詰めてきてるので。なんで茶碗蒸し作ろうと思ったの？やっぱりそうだよね。そう、今日ね、茶碗蒸し作ってくれたのはね、私が泣きながら電話かけたからだよ。もうやめたいって言って電話かけたから、きっとね、考えて作った。そう、作ってくれたの、ありがとう。いるじゃん、うち25歳。それを言うと、え、若くないって。よかったね。今日さ、空雲ないよね。後で空映そうかな、ショールームで。綺麗に星出てたら。そう、ほんと最近ね、なんか晴れてる日はすごい綺麗に星が出てるの。そう、映るかわかんないけど、ショールーム。と思ったら質問来ない。質問来ないよ。みんなね、いっぱいね、今ちょっと指使ってそう、協力してくれてるからありがとう。あ、質問来てた、ごめん、私が見逃してたのかな。ちょっと流れが早くて。
マミーの青春時代好きだった歌手。え？あの世代が分かっちゃうから言わない。なるほど、コメントのみ。あ、世代が分かっちゃうからちょっと言わないそうです。でもちょっと言ったよね。でも安室ちゃんとかじゃないの？違う？安室ちゃんだそうです。でもね、本当にパピーマミー2人とも安室ちゃん好きで、その影響でね、ヒカも好きだし、うん、本当にめちゃ好き。まあでもね、そう、若いとだけ言っときますね。じゃあマミーは、私はね、やっぱり私の年齢的に言うとまあ普通だけど、お兄ちゃんの年齢を考えると若いという。マミー、アムラファッションした？してない。あ、してないんだって。そう、なんかね、マミーね、なんかちょっとあれだよね、大人っぽいのがコンプレックスだったんでしょ。そう、なんかだから最近やっと顔が追いついてきた。最近やっとなんかね、顔が追いついてきた年齢にって言ってて。そうでね、なんか、なんかそうね、派手な色の服とかも全然着ないし、ヒールとか履くとね、足痛いって言い出すよね。そう、ちょっと待って、お母ちゃんもう足痛いからちょっとだけ休んでいい？って言い出す。昔どんな服着てた？え？あー、もうシンプルに、まあ、デニムになんか T シャツ的な感じの？シンプルやったらしい。今でもシンプルです、この人。スーパーモンキーズですかって来てるよ。スーパーモンキーズって何？ちゃんね、ん？ちゃんの。へえ。私知らないわ。ですか？はい、そうですね。だそうです。厚底ブーツとか履かんかったの？イメージ湧かない。スカートとかはそんな履かなかったかなと思うけど、厚底ブーツとかはまあまあまあ履いてたかも。だって覚えてないみたいよ。え、何？そうね、はい、早かったですね、年齢は。あ、だ、音？あ、家前の時？音は切らないけど、画面は一回隠すかな。皆様ぜひイベントご協力お願いします。8人までね、48,000ポイントくらいかな。ぜひぜひご協力お願いします。私のね、家から見える星空をね、ちょっと映したいんですけれども、綺麗に映るでしょうか？そして星は見えるのでしょうか？でも綺麗に見えそうだけどな。本当に雲一つない快晴だったから。大丈夫じゃない？そのまますぐ上行くよ。茶碗蒸だけ持ってきて。うん、お願い。温めてほしいけど。ね、ブクブクになってたね。ももちゃんがね、元気です。こんばんは。
Thank you. ありがとう。ちょっと待ってね。ここ、あ、カメラ。これか。ごめん、荷物さ、これケーキさ、持ってて冷蔵庫入れといて。ご飯はいいや。ご飯まかないもらったから。あ、スクショしちゃった。よいしょ、お待ち。星があんまり綺麗に見えないな。あ、でもね、相変わらず一等星がいるよ。ちょっと待ってね。ほら、一番光ってる星がいる。そう、あれがね、なんかね、いつもね、一つだけすごいキラキラしてる星があるの。今日でも雲出てたよ、ちょっと。ワンワン。よいしいっぱい泣いたからメイクボロボロ。ということでね、迷彩じゃないよ。これね、去年というか卒業してからね届いたプレゼントで、ファンの方から。なんて言うんですか、卒業してからあと10分だそうです。最後までお願いします。卒業してから、あの劇場に届いたプレゼントが、そう、これで、そう、寒いからね、今ね、着てそう、今日もともとラジオ配信する予定だったからさ、これの上にトレーナー着て、そう、上着着て配信をね、してたんですけど、そしたらね、まかない食べます。いただきます。今日さ、なんかさ、帰ってきてさ、なんか食べようかなと思ったら、なんか何食べようってのって、結局ね、その途中で寄ったところでスイートポテトパイしか食べてなくて。いただきます。うん、そう、仕事終わるのがね、ちょっといつも9時とかだから、持ち帰らせてくれる。
うん、今ね、ランキングがね、証拠はっきり言って、総合8位でわさび、わさギフトが4位。でもめっちゃ接戦ですね。あと2000とかで抜かされそう。飲み物は、飲み物いいや、飲んできたし、もう食べる。その人が作ってくれた。あれわかる、これで、うん、はい、正解、覚えやすいよね。いつも食べる？おいしいよ。何が1000ポイントなの？草のランキング4位と5位、私今言うんじゃないのか、5位との差が、あと2000ポイントも言いますね。うん、美味しい。もうさ、本当にさ、ちょっと暗い話をするとさ、いやマジでね、本当にバイトどうしようと思って、うん、だからね、泣きすぎてメイクボロボロってほぼほぼ落ちてる気がする。うん、なんかね、まあちょっといろいろあったんですけど、その1個やめても結局新しいのね、そう始めなきゃいけないから、その環境の変化が嫌だなと思って今迷ってるの。別にそれが気になんないんなら、なんかそんなね、なんかもう嫌だ無理やめたいってなるくらいなら、私も自分でや、うん、じゃあやめりゃいいやんって、そう思ったの自分でね。それがね、なんかまあ別にさ、今日一日だけではなかったの、それがね。ちょっとね、まあ何回かちょっといろいろありまして、いろいろありまして、はい。みたいなね、言っとくけど、別に本当に楽しい職場なんですよ。めっちゃ楽しい職場だし、いい人ばっかりなのは、うん。ねえ、言うけど。ね、難しいよね、だから、ね、そう、だから新しい環境行くくらいなら、じゃあ今のところで我慢した方がいいんじゃないかなみたいなあるじゃん。そう、私はだからそのいつもね言ってると人間関係を作っていくのがあんまり得意ではないので、そう難しいよねっていう、そこは。というね、ちょっと重たい話でした。まあ、結局ね、これ答え出さなきゃ自分でいけないから、うん、答えを出して続けるのかやめるのか、うん、ね、やめたいと思います。あとはやめることによって迷惑かけるのが嫌だなっていうね。うん、でもね、そんなことがあったんで、私は今日元気なんです。マジでテンションバグってる、大丈夫私。
イベントまであと3分だそうです。本当にテンションバグりすぎ気にしなくていいと思うっていうコメントが来てる。本当にやっぱりなんかなんだろう、その気にしなくていいっていうのももちろん分かるんですよ。結局さ、それ以降は行くことはないわけだし、関わりがなくなる、まあほぼほぼね関わりはなくなる場所ですからいいっていうのは分かってるんだけど、私はそのもちろん従業員の人も好きだし、そうてか従業員の人好きなんです、みんな優しくていい人たちばっかりだし、うん、だからその人たちに好きだから迷惑かけたくないなっていう思いがあるんだよね、どうしても。うん、それでさ、こういう言い方するとさ、まあ、性格悪いなって思えるかもしれないけど、本当にあのどうでもいいなら私は、うん、その迷惑かけるとか気にせずもうやめますって言ってやめてるんですけど、やっぱり好きだからこそね、そう迷惑はかけたくないな。やっぱりその仕事がね忙しいのとか大変なのは私もさ、このね5ヶ月間で分かってるから、そうそこで迷惑かけたくないなって思うんだよね。うん、うん、1分です。皆さんもぜひご協力お願いします。ドキドキだ、なんか大丈夫ですか？あれだったら病院行きなのよ、本当に。うん。忙しいね。結構順調にねバイトできてると思ってたんだけどね。まあ、結局私が気にしなければね終わることなんだけど、本当は。え、終わった。ありがとうございます、皆様お疲れ様でした。本当に皆さんありがとうございます。うん、本当にありがとう。投げられなくなるんだね、皆さんのおかげで。なんかね、今日さ、今日っていうか今回のイベント、そのイベントの制度が変わってというか、そのギフティング化の制度が変わって、まあ、初めてのイベントだったので、ちょっとなんかどうなるかなっていうドキドキとかもあったんですけど、でもね、なんかすごい皆さんがすごい頑張って見に来て、そして投げてくださって、本当になんかいい結果取れてるんじゃないかなって思うので、はい、本当にありがとうございました。いろんなねタムさん、はい、たくさんかなかわいいタムさんって誰だと思って本当に私のね仕事上そんなたくさんの配信はできなくて、まああのそうだね、それこそ草だね。ありがとうございます、最後に草をありがとう。そうあのね、最後にね、あ、最後にじゃ間違ええっとね、私の仕事上ね、なんか朝と夜のなんか遅い時間と早い時間しか配信ができなくてね、きっと
皆さんもね、なんかすごい遅い時間に起きまで起きて、で早い時間に起きてっていうね、大変な1週間だったかと思うんですけど、本当に皆さんがねたくさ なんか見に来てくださって、ギフティング欲しい、キラキラなんて言ったらいいんだろう、キラキラなのかな、星でいい合ってる、はい、すごくなんかすごいね、なんかまあいろいろ本当にちょっといろいろあってめちゃめちゃね気分沈んでたんです。なんか1ヶ月、いやーまあ私の今月1週間2週間くらいね、なんかすごい多分暗かったりしたと思うんですけど、そんな中でもね見に来てくださって、まあきっとまた暗い日とかテンション上がんない日とか、もうなんかやべえなこいつっていうテンションの日とかあるとは思うんですけど、なんかまあ気にせず、ああ今日こういう日なんだな、ちょっとなんかあったのかなくらい思ってくれたらと思います。で本当にその中でもね、あの配信見に来てくださって、イベントねご協力してくださってありがとうございます。本日最終日、元気でございます。はい、最終日なんかすごく元気です。なんかきっとね配信終わったらまたまあマジでバイトどうしようとか働きたくないななんてね思いながら暗くはなるんですけど、でもね少しでもなんか楽しくねイベントが終われてよかったです。ありがとう本当に。なんか改めてね、なんかその芸能人じゃなくなっても、まあ、芸能人ってほど有名でもなかったんですけど、 AKB っていう肩書きがなくなっても皆さんがねこうやってそばにいてくれることは幸せなことだなっていう改めて実感しましたし、これからもね、もちろんたまにすごい数日休んだりとかは、はい、私の気分とかテンション次第であるかとは思うんですけれども、なるべく長く配信は続けられたらいいなって思ってるので、またなんかそんなねテンション低い日があっても懲りずに今日なんかあったんだなって、今日そんな気分なんだなって思いながら見に来ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。いや本当に改めてイベントありがとうございました。本当ね明日の12時頃かな結果出ると思うので、それを楽しみに待ちましょう。うん、みんなご飯食べた？今ねなんか更新したの見たらギリギリ1000くらい差があるんですね。なんかいけたんじゃないかななんて思いながら、まあ、総合はね8位が最後かな、ほぼほぼん8位、あ違う9位かな、9位で確定かなと思います。うん、あっちはね多分9位でほぼほぼ確定でいいと思う。うん、今回のイベントねほんと接戦でマジで抜いたり抜かれたりだったじゃないですか。うん、ほんとに
キドキでしたね。こんばんは。本当にイベントね、絶対4強いますからね。うん。でもそう、なんか444ルーム参加してて、でも9ってすごくないですか。うん。ね、しかもなんか多分ね、やっぱりギフティングの制度が変わると、やっぱりちょっとやっぱ順位変動ってあると思うんですよ。今までそのそれがポイントになってたものがならなくなったりもしてると思うので、そう、その中でね、でも9位っていう順位をねいただけたのはすごいありがたい順位だなと思うし、皆さんがねそこまで食らいついてきてくれたのが私は本当にすごい嬉しかったし、本当にありがたいなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとう。うん、まあ、もちろんね、そのこれを言うとね皆さんにまたプレッシャーをかけちゃうかもしれないんだけど、そうではないよっていうのをちょっと頭に置いといてほしいんですけど、そうでも、まあ、もちろんね今回9位だったっていうのもあるけど、少しでもねまた私も配信をね毎日はちょっと無理かもしれないけど、なるべく本当にできるようにやろうかなって思うので、その中でねまたいろんなファンの方が見てくれたら嬉しいなって思うし、イベントもね少しずつでも上にもいい順位で少しでも上がっていけたらいいなって思うので、それはね本当に私だけの力じゃ無理で、てか私なんて本当になんか無力で申し訳ないっていうレベルで、無力すぎてごめんね、本当に配信するしかできないから、そう皆さんにねお願いしますとしか言えないんですけれどもね、なんか少しでもなんかまたいい順位にいい方向になんか進んでいけたらいいなって思うので、よろしければご協力お願いします。ね、優しいね。お仕事ありがとう。ね、今日めっちゃ見に来てくれてる。ハローみんな。チャームシ美味しい。ごめんね、食べながらでね。後でね、もう一個食べるかもしれない。ごちそうさまでした。うん、辛っ。おわさびいっぱい詰まってた。おかわりは一旦いいかな今ね。うんごめん、もうなくなっちゃった全部。前の数字は人数じゃなくて盛り上がりポイントです。そうなの。なんかさ、今までそこに来てくれてると累計人数だったじゃん。違うんだね今。なんか難しいね。私今日配信始まる前、草のギフトどのくらいでした？
人くらい見てるの？ハロー、平野ひかるです。人数とコメ数と寄付です。なるほどね。なんかなんででもそうなったんだろう。累計人数でも全然いい気もするんですけど、まあいいか。お腹いっぱいでね、ズボンがきつくなっちゃったよ。今日ね、ピチッとした服着てるから。もう着るもんなかった。なんかさ、この前さ、着てたさ、あの T シャツがさ、あの漂白剤でさ、そう、仕事中にさ、ちょっと漂白剤ついちゃって、すごい色あせちゃったの。一部色あせちゃった。もうどうしようもないのだからそれね。なんか一つ目のところはいつもねエプロンしてるから別にいいんですけど、そう隠れるから全然いいんですけど、もう一つのところねエプロンしてないので、私そうあのね見えちゃうんですよ。あ、サケティじゃないよ、サケティじゃない、サケティはさすがに仕事できない、やばいやばいやばい。そうだから普通なんか変えたんですよ。まあ今日寒いしと思ってもね、なんかハイネックのこういうのねピタッとしたやつ着てるんですけど、新しいの買わなきゃな、本当に。そう、色あせちゃった。エプロン欲しいな。でもなんかさ、エプロンするまででもないんだよね、本当に。職務内容、仕事内容としては、まあ、別にエプロンなくてもまあ全然できるよっていう内容で、でもまあそうね、あってもみたいな。七分袖、あ、まあ七分袖だったんだけど、まあ今長袖ですね。でもそう寒いから、最近今日寒かった。今日もコート引っ張り出してたから。ハイネック珍しい、このハイネックね。これは好き、この形は好き。これねウィゴーで買った去年、うん、去年一昨年くらいに、そうウィゴーで買って色落ちしたの。そうなんか赤い丸いなんか鉢葉の飛んだような後になっちゃって、うん。でもね、なんかあんまりこれ1枚で着ることはあんまりなくて、そういつもこれの上にねトレーナーとか着たりするんですけど、やっぱりその飲食店なので仕事する上でトレーナーとか長袖をねダボッとしたものを着てるとすっごい邪魔なんですよ。ごめんなさい。うん、結局袖まくんなきゃいけないからはどうしようと思って、だから本当はいつもねシャツがいいんですけど、まあね黒のシャツってもうこれしなんかあれなくなっちゃったらもうこれしかなくて、でもねこれ好き、結構本当にこの黒のハイネックは私は好きで、下なんか上にねトレーナー着てもいいし、1枚でまあ着てもいいし、まあ1枚で着るとねちょっと寒いかなとはなるけど、薄いし、そうどっちかっていうと薄めの、うん、割とね何でも合うので、そう何色か欲しいなって思ったくらいには結構いいなって思いますね、うん。多分ねこれの下に、まあ、私ヒートテックあんまり好きじゃないけど、ヒートテック着てこのハイネック着て、もう一枚トレーナーかパーカーか着て、でもう一個ね上に着ればもう最高に
あったかいと思う。やっぱりさ、なんかさ、体に密着してるものがないとさ、隙間風がすごいんですよ、服の、うん、でね、うん、寒いなってなるので、そう、その隙間風がね、これをなくしてくれるので、めちゃめちゃね、おすすめ。こういうインナーじゃないよハイネック、もう私本当はハイネックそんな似合わないんですよ。好きなんですけどね、ハイネックさ。私さ、もともとね、首がね、長くないんです。まあ、骨格ストレートの特徴なんですけど、首がそんな長くないので、ハイネックすぎるとマジで首ない人になるんで、寒かったです。というか、いつも寒いです。私は、私寒い、なんか寒がりなんです。なんか自分で自分大丈夫かなって思うレベルですっごい寒い、寒がり。そう、だから他の人が寒くなくないって言うな、向かってるからね、やばいよね。そう、本当に寒い季節がね、近づいてきて、私寒さダメなんです。冷え性ではあると思うけど、いやでも本当になんか異常なくらい寒がり。本当なんか自分で自分になんかどっか体に異常あんのかなって思うくらいに寒がりだった。でも別にそんな体調悪いわけでもないし、それ以外なんか寒い以外でそんな体調崩れるわけでもないから、あ、これきっと私の体質だなと思って。あ、手はね割とあったかい。でも体も私ほんとダメなの、うん、だからさ、仕事場とか行くとさ、え、着すぎじゃないって言われるの。そう、だからこれ着て、トレーナー着て、でコート着てね、だから、え、暑くないのって言われるくらいには寒がりらしい。え、わかる。そう、え、そう、この前で、そう、仕事場で言ってたの、ちょっと冬眠したいかもしれないって。そう、寒すぎて、あ、もうちょっとやばいな、これ以上寒くなったら私はもうほんと仕事行けないなって思ったから、ちょっと冬眠したいかもしれないんですけど、はい、ちょっといっぱい食べて冬眠したいですって話をねちょっとしてました。いや、マジでそのレベルで冬越せるかなみたいな。私冬越せそう、大丈夫、そうっていう感じです。まあいつもね、なんやかんや言うって寒がりながらなんとか越せてるんですけど、マジでこれ以上寒くなられたら私ね本当にやばい。え、今日、え、今年暖冬じゃないの？暖冬って聞いた気がする。私暑いのより寒いのが本当に無理。そう、でもじゃあずっと暑いかずっと寒いかどっちがいいって言われて、ずっと寒い方がいいんだよなと思って。私寒がりだけど、もう夏の暑さはさ、脱ごうが脱ごうがもうどうしようもないやん。冬の寒さはもう着込んで着込めば頑張れると思って。でもね、寒いのは無理だ、私本当に無理だ。ね、今年雪も降らんでほしいし、バイト先行くのしんどいし、はい、ちょっとバイト先行くのしんどいんで、そう、歩かなきゃいけないからしんどいし、寒い方が寝やすい。あ、本当？マジ？
私あれだな、暖房つけて寝るからかな。まあ、もちろんねタイマーで後から消えるようにはしてるんですけど、そのくのくに暖房つけて寝て、その布団くる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 にして、あーめちゃんと寝たい。ね、雪かきもね、そうめんどくさい。私でも今年雪かきする余裕もなさそうだもん、仕事してたら。ね、仕事もなんか場所地味に遠いし、地味に普通に遠いな。電気代、あ、家もね冬の方が高いです、電気代は。うん、でもねなんか毎年さ、なんかその最近はさ、こう数年はさ、私家にいることも多かったから、そう仕事ない時はやっぱり家にいるから暖房やっぱりつけてることの方が多かったし、今年ね外出て仕事してると思うから、ちょっと暖房代落ちるんじゃないかななんて思いながら。そう、天下市のドラマ見て面白かったね、でしょ。そう、私ねなんか2話をね見ようとして、なんか途中で寝ちゃうからね、まだ見れてないんだ。北陸高いっすね電気代高いよ。まあね、しゃあないしゃあない、もう何でも値上げですよ。だって正直、だってもうしゃあないって思うしかなくない？本当にしゃあないんですよね。いろいろ値上げがあって、その上でも値上げを上げなきゃいけないんだと思う。仕方ないっは。今日配信何時までにしようかな。あと50分になったらね。ランキング行こうかな。25分、物価は上がるのに給料は上がらず。そうですね、そこが痛いですよね、本当に痛い。なんかまあね、そんなことしてると働いても働いてもお金出てくなとはなるんですよそう、でもさ、なんか正直私がでも何と言おうが どこできる問題でもないから、もうね、なんかもうしゃあないって思うしかないもうなんで上がるのとはもちろん思うよ。そう、なんでそんな値上げするの、もう無理だよ、働いても働いてもとは思うけど、最終的にそう考えて考えて、もうしゃあねもうね、何やっても変わるからしゃあないね、思うそう、仕方ないんです、もうそこはね、どうしようもできんから私も考えたところで何もできないし、そうね、難しい問題だよね。ギフトありがとうございます。あげなきゃいけない何かがあるんだよ、きっと。
知らんけど私そんなん知らんから全然詳しくないから。まあね、そう頑張らなきゃったらそうなんだけどね、まあ無理せずだね、無理せずね。たまに私も打ちのめされそうになる心が、うわもう無理だもう無理だ、あしんどいね、本当に打ちのめされる、本当にね。明日もね、なんかちょっと行きたくないけど、なんか行かなきゃいけないところあるしね、もうね、本当にもうやだね、明日来なければいいのに。マジで明日来てほしくない、私がね、入れといてね、結局そう、私がはじゃあこの日ですいませんみたいなお願いしといてね、行きたくないな行きたくないな、なんかだってドキドキするじゃん、行きたくないよ。いやでもね、これで行かないっていう選択肢はねまずないので、頑張って行ってきます。てかだってそのために起きなきゃいけないのがまずしんどいそう、そのためになんか時間早くしちゃったから早起きしなきゃいけないんですよ。いつもならねそのくらいの時間までね、なんか二度寝とかしてそうなんとかできるのを、その時間に起きなきゃいけない、それがしんどい。明日夕方からなのに仕事は。でもね、自分で入れたことだ、しゃあないしゃあない、頑張って行ってきます。いや本当にやだな、私の一番苦手な分野。あ、全然ね習い事ではございません、はい、全く関係ございません。習い事の方が良かったそういっぱい寝る予定だったのに、だってその時間しか空いてないよって言われたから、あーすいません、私のまず予定がそう、なんか提示されたあの出てきた時間の中で、そうなんか、あすいませんどこも仕事してますねっていう話になって、うわマジっすかってマジになるじゃん。そうじゃあなんかいつなら行けるんですかってなって、あーこの日ならまあ何時までなら空いてますって、じゃこの日の何時帯なんかこのくらいの時間大丈夫でしょうかって、すいませんそれでもうね申し訳ないこと、本当に申し訳ない、申し訳ない、本当にごめんねとも言いながら、私もねいろいろね仕事しちゃってるからごめんねと思って、すぐ終わるといいな、というかやらなきゃいけないことあるじゃん、うわやば、え明日何時起き、私書かなきゃいけないものがあった。明日何時起きですか、私は。8時に起きたら間に合うかな。っていうね。そんなこんなで、だから行ってきます。いやマジ一瞬で終わんないかな、一瞬で終わんないかな、本当に一瞬で終わってほしいな、もう行きたくないな本当にこれもうダメだね、行きたくない行きたくないよ明日は、やばい本当に明日どこも行きたくない、明日もまあ仕事なんですけど、夕方から仕事なんですけれども行きたくないな、あ仕事はまあいいや、仕事は全然大丈夫、うん行きたくないな、あるよね、いやそういう時あるよね、ね、あるよね、あると言ってください、お願いします。みんなない、私さ結構さ、まあ、あんまり良くないんだけど気分でね、なんか昨日まですごい行きたい気分だったのに、朝起きたらなんかすっごい行きたくなくなって、もう無理出たくないみたいなこと結構あるんですよ。そうあんまり本当によろしくはないんだけど、それはね
そう、まあね、それです。だから明日ナスになったらヒャッホー行きたいぜってなってるかもしれないしいや可能性はすごいゼロに近いレベルなんだけど、そう、そう、ちょっとでもね、そうなってることを願って、あさってはね、なんか仕事の予定変わってお休みじゃなくなったし、2連休じゃなくなったよ。まあね、しゃあないしゃあない、2連休ではなくなりました。まあ代わりにね、別の日が休みになったんでね。もう早く富山行かなきゃね。え、ほんとにね、嫌だよね、なんかね、憂鬱だよね、マジ。なんか悶々としてる。悶々はてなが。みんなね、仕事だよね、明日からね。適度に何か力抜いて頑張りましょう。ね、仕事始まる月曜日ってね、なんかちょっと嫌だよね。私まあ月曜日じゃないからさ、月曜日休みだからさ、大体そう。あれだけど、やっぱりね、月曜日休みの人って結構いるから。違う、間違えた。月曜日から仕事の人って結構いるから。憂鬱だよね、仕事始まる日って。お眠だ。7時には起きなきゃな、7時に起きようね。まあでも配信もしたいしな。いや、でも明日夜配信にしようかな。配信ね、ちょっと迷うな。うわー、眠た。みんなもう眠いよね。棚の上、そう、いろいろあったよね。あれ私じゃないから、私のじゃないから知らないあ、まあ別にね、なんかその映って困るようなものはまずないんですよ。はい、あれね、まあ大丈夫。
憂鬱だね、明日の朝は。ほんとに憂鬱だ。仕事でもなんでもないのに憂鬱だ。ね、パズルも進まんしね。まあね、パズルしながら配信はしてるんですけど。第1曲歌おうか。今日の朝ね、熱唱してたんだけど、歌えんのかな。では皆さんへの気持ちを込めて、なんだっけ、あ、歌った。てて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 てすいません、今ガイドがないと歌えないこの歌、多分。知ってる人はいたもん。僕が見つめる景色のその中に君が入ってから変わり果てた世界はいつもそつなくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。 I love なんて言いかけてはやめた。 I love I love 何度も高まる愛の中、変わる心情の中、燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな。イレギュラー、一人じゃ何一つ気づけなかっただろう。こんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた。 I love その続きを送らせて。見えないものを見て笑う君のことを、別れない僕がいる。美しすぎて目がくらんでしまう。今も劣等感にし生きている。 I love I love 不格好な結び目。 I love I love 手探りで見つけて。 I loveYou love ほどいて絡まって僕は繰り返してる何度も。ばかりが飾られた銀河、カーテンで作られた暗闇、嘆く人もいないネズミ色の街の中で。 I loveその証を抱きしめて。喜びも悲しみも句読点のない思いも分かち合うより曖昧に悩みながらも認め。
の中濁った感情の中まばたきのわずかその合間に君がくれたプレゼントはこのやけに優しい世界だ。イレギュラー一人じゃ何一つ気づけなかっただろう。こんなに大切な光に普通のことだととぼける君に言いかけた。I love その続きを送らせて。ああ僕ら名前もない夜が更けていく。ヒゲダンさんの I love ですね。みんなへの気持ち I love、ね、なんかまだ練習中というか聴いている途中なのでそんなちゃんと全部歌えるわけじゃないんですけど、綺麗でもね最近よく聴いてます。 I love なんて言いかけてはやめたい。 I love レプリカばかりが飾られた金貨カーテンで作られた暗闇。やけに優しい世界だ。イレギュラー変わる心情の中燦然と輝く姿は気づけなかっただろう。くひかるの歌聴きながら運転してました。あら嬉しい、ハッピー。先日歌ったなら大丈夫。あ結構大丈夫、全然元気そう。みんなも眠たいよね。配信終わったらすぐに寝るんだよ。ケーキはガトーショコラ、ガトーショコラです。買ったというか買っていただいたんですけれど本当にありがとうございます。マジでハッピーよ。食べたいガトーショコラ、めっちゃ食べたい。食べよっかな。この後茶飯食べるんだっけ。いやどうしようか迷ってる。お腹はいっぱいでも食べたい。そして白いご飯も食べたいな。私本当は茶飯の時で白いご飯食べるんですよ。
今日ねまかないをねもらってきたのでそちらをね食べたんですけど、はい、今日風呂入るめんどくさいな。入るけど入るけどめんどくさいよね。寝たい時ってねもう何もしたくなくなっちゃうよね。白いご飯に合うので私は合うと思っております。うん、分かんない、人による。本当にね、うどん入ってるから茶碗蒸しにも。そう、私はね意外と炭水化物炭水化物、いつも味噌鍋の時もねご飯食べたりするんで、うん、おでん食べました。いいですね、温まるね。北海道で寒そうだもん。そういう時あるよね、入るだけ偉い。本当、私はもうたまにバーって寝ちゃう時あるけどね。たまにだよ、そんなしょっちゅうしてないから。あーもう本当にもう無理だと思ったら寝ます。で朝入ります。お50分だとありがとうございます。ということでランキングいきますね。13位ミカエル、32位フミさん、11位ゆうこさん、10位さとちゃん、9位スリッパさん、8位桜のお友達さん、7位有望さん、6位アイスカフェさん、5位かぼちゃん、4位ガシベルさん、3位カイさん、2位ケンケンケンさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ふみさん、ロヨさん、ジェイカネコさん、ゆうたさん、ケンケンケンさん、さくらのお友達さん、カイさん、有望さん、かぼちゃん、さくらのお友達さん、竹坊さん、ところてんさん、あののさん、地球さん、アイスカフェさん、ガシュベルさん、BPM188 さん、小太郎さん、です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、皆様本日も見に来てくださってありがとうございます。で、呼ばれてない方ね、挙手制でお願いします。ということで改めて本当に1週間イベントありがとうございました。そして本日もね、夜遅くまで見に来てくださってありがとうございました。はい、でね、なんかあっという間の1週間だったんですけど、皆さんとねこうやってなんか1週間乗り越えれたことがすごく嬉しいです。
それではまた。それではまた明日もね、配信したいなと思ってるんで、配信してたらぜひ見に来てください。皆さんもね、きっとね、この1週間遅く寝て早く起きてだったと思うんで、本当に配信終わったらゆっくり寝て、明日の朝ね、余裕がある方はもうゆっくり寝てください。明日の朝配信はね、お休みなのでゆっくり休んでください、はい、それではまた明日ですかね、明日かな、お会いしましょう。それでは本当にありがとうございました。おやすみなさい。またね。おやすみ。ありがとう。